まず最初に、まあ僕のこと興味持ってもらおうかなっていう意味でも、カバー曲を1曲歌わせていただこうと思います。で、歌わせてもらうのは本当は昨日まで別の曲だったんですけど、なんかダイレクトメッセージ、インスタのダイレクトメッセージでなんかこの曲を武沢さんが歌ってるのが好きだっていう風にメッセージをいただいたので、急遽昨日その曲に変更することにしました。曲名は畑基博さんの「ウロコ」っていう曲なんですけど、まあさっき被ったんですけど、はい、この曲のエピソードをちょっと話させてください。この曲は畑基博さんが、東日本大震災の復興を願って、作った曲 でその収益の一部を、義援金として、被災地に送ったっていう話があります。で、なんかこう東日本大震災のこととかをこう思い浮かべながらこの曲を久しぶりに聴いてみたんですけど、なんかすごい涙が出てきました。なんか会いたいっていう曲なんですけど、すごく会いたいっていう意志の強い曲なんですけど、サビの最後にそれでいいはずなんだっていう歌詞があるんですね。いいはずなんだって言ってるってことは、なんかどこか戸惑いがあったりとか、もしかして本当は、自分の身を犠牲にしてまで被災地に行くことが正しいことじゃないかもしれないっていうことをきっと曲の主人公は分かった上で、それでも会いに行きたいっていう、強い意志をこう歌ってる曲だなと思ったので、その曲の主人公の気持ちになりきって、全力で、原曲リスペクトでカバーさせていただきますので、皆さんも、よかったら、じっくり聴いていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。畑基博さんで鱗です。鱗のように身にまとった物を捨てて泳いでいけ、君の音へ、君の音へ、それでいいはずなんだ。
節の変わり目は曖昧で、気づいたらすぐ過ぎ去ってしまう。まだ何一つも君に伝えきれている。夏の風に君を呼ぶ乾いた声、腐れぬに溢れそうなこの想いを切れそうな暗い叫んで見るんだ。言えるうちに伝えといた方がいい気持ちとかあるし、会っといた方がいい人とかもいるんで、後悔のないように人生を生きてもらいたいなと思います。続いての曲はオリジナル曲2連発いこうと思ってます。今6、7、8月、3ヶ月連続、配信リリースっていうのを今やってまして、その中の、第1弾、6月の13日、まあ、ID 見てもらうと分かると思うんですけど、誕生日に、リリースさせてもらっためぐるっていう曲お届けしていこうと思います。なんだろうな、僕って結構これが正しいんだとか、なんかちょっと積極臭いこと言うこと多いんですけど、そんな僕にでも、まあ、こんな時間があるんだぞとか、完璧じゃなくていいんだなって、なんかそんなようなことが伝わればいいなと思ってます。それでは聴いてください。僕のオリジナル曲で、めぐるという曲です。よろしくお願いします。好きだった音楽をやって、自分の中の正しさを知って、間違いないって歌って、伝わらない難しさを知った。大好きだった音楽はやがて自分の胸と懐を締め付け、いつからだろうかわからなくなった。
やってみなきゃわからんこともあるから、出たとこ勝負の独断場、なお観客はおらんもよ。この国押し潰されそうな日々も、分かち合いたい喜びも、音楽にしろってことなんやろ。もうとっくの通り枯れちまったり、この戦場にあなたはやい、戦場で戦って無限長、危ない目に合わせらんないから、時のそばにいてほしいよ。一人で佇む悲しさを捨てられないでいる、そんな人がめぐるめぐる。ヒーローショーで戦ってる奴らも、他の何かと戦って決めてもそう簡単に終えるもんじゃない。まだガキだった俺は思考が止まった。俺ならやれる、そう信じていたんだ。だけどそれだけしていたのは時短だ。世界の果てしなさを感じていたんだ。輝かしい明かりの世界を見てた。笑顔の裏には汗と涙、その意味を知ったつもりでいたんだ。昨日の傷も今日の憂いも、明日への不安も全ては、届くかもわからん誰かのために。もうとっくの通り枯れちまったり、この戦場に誰がいるの。戦場で戦ってる現状、危ない目に合わせないから、敵のそばにいてほしいよ。わがままを許して、だけど迷惑かけらんないよな。まためぐるめぐる、iTunes とか Apple Music とか、 なんかその辺の音楽配信サイトとかにもぐさおって調べたら僕しかアーティストいないんでよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、次で最後の曲にしたいなと思うんですけれども、最後の曲も僕のオリジナルソングの、方でやらせてもらおうと思います。You Are Right という曲です。この曲が僕が初めて世に出したオリジナル曲で、CD にもさせてもらった曲です。なんかこう自分を信じられない人、自分を好きになれない人に、少しでもなんか、僕私って意外にいろんな人に生かされてて、いろんな人と出会って、こんなかけがえのない人間になってるんだなって、そんなことを思いながら聴いてもらえると嬉しいです。それでは、聴いてください。僕のオリジナル曲で、You Are Right という曲です。お願いします。手拍子いきましょうか。ありがとうございます。ありがとう。
なる風でいつまでも世界の人も眺めてたら自分と違うことに腹を立ててしまうだろう。通常を見る中の自分という名の凡人をまだ肯定することができないでいるんだろう。誰かが決めた自分を正しいだとか間違いだとか決めつける必要はないから、ありのままを愛してよか、僕は生きている、今もここにいる、それだけで奇跡みたいなことじゃないか。たくさんの愛と悲しみに揺られてここに来た、それのものでもないしたいから、この世界を眺めてみよう。ありがとうございます。悟ったつもりで嘆いているあなたにもきっと幸せを願っている人が実はいるはずで、もう二度と会えないあの人も遠くからあなたを見守ってる。そうでしょう、数えきれないほどの人と出会った、別れもあったな、喜びも悲しみも痛みも何一つ無駄ではないな。僕ら生きている、今も巡り合う、こんな奇跡たちがあなたを救う。コロナでみんな大変ですけど、今日せっかく来たんでちょっとぐらい盛り上がっていきましょうね。なんか屋台とかもなんか食べたりしながら今日一日楽しんでもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。誰かが決めたあなたを正しいだとか間違いだとか決めつける必要はない。あなたにはあなただけにしか見えないものがあって聞こえない声があって感じられない幸せや痛みがあって出会えない感動があって救えないものがあって誰にも歩めない人生を生きて僕の声もあなたの言葉も必ず誰かの心に届く。だから愛も悲しみも出会いも別れもかけがえのない宝物さ、愛のまま愛してだとか間違いだとか違う、そうじゃない、あなたが選んだ道、選んできた道、その先に続く今こそが正しいだから愛してみよう。ありがとうございました。グサオという名前で、ふざけた名前でやってんじゃねえよと思う人もいるかもしれないんですけど、グサオってもう一発で覚えたでしょ。噛んだんですけど、もしまたね家に帰ってあグサオ良かったななんて思ったらですね、また SNS とかで絡んだりしながら、まあ、今後の僕の発信する音楽どんどん受け取ってくれる人一人でも増えるといいなと思っておりますので、
今日興味を持ってくれた方も、引き続き応援したいよっていう方も、これからよろしくお願いします。三沢でございました。ありがとうございました。